はい、とつきまん刺身です。今日はですね、元博報堂の作家の本間龍さん、こういう原発広告とかいろんな本を書かれている本間龍さんに登場してもらって、今をときめく電通の中抜きの実態ということで話をしていきたいなと思います。まあ、あの持続化給付金のね、2兆数千億円を配るための事業を、まあ、電通関連の団体が受注をしていて、で、そこがさらに丸投げを電通にしていたというニュースがあって、うん、で、まあ、それだけでも大問題なんですけども、その769億円以外にも、それも全部合わせると、なんか、1576億円、もう受注していたということで、どうなっとんやということをちょっと話をしていきたいなというふうに、思います。いや、羨ましいですけどね、こんなに受注できて、本当に。あれですよね、羨ましいなぁ。もう本当に、最高に羨ましいわ。うん、もう電通、もう一回、もう一回じゃない、入って、電通行ったことないけど、入れてほしいな。博報堂から電通に転職。まあ、まあ、この番組はですね、この読書好きの私が、本間さんとかいろんな作家さんとか著者さんを読んで、社会の問題について話をしたり、本の楽しさを語っていくチャンネルになっていますので、チャンネル登録といいね、よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけで、まず、まあ、正直な気持ちを言っておくとですね、羨ましいですね。ほんまに。ねえ。この、だって、まずこの電通に関、まあ設立は電通以外の人も関わってたっぽいんですけども、電通とかトランスコスモスとかパソナとか、そういうところが関わってた団体が、持続化給付金というものを、まあ配布するための事業を受けて、で、その俺が一般社団法人サービスデザイン、んたらかんたらっていうところなんですよね。で、そこが769億円を受注して、ただ横に流すだけで、20億儲かってると。最高ですね、この仕事、ね、最高。いや、最高ですよ。俺もあれしようかな、ね、デザインなんちゃら研究所っていうのを作ろうかな。そうですね、我々も作りますか。ほんまデザインサービス推進協議会みたいなの作りますか。だってね、間違っていくらか入れてくんねえかな。しかもこれ何が問題かっていうと、マスコミに対してこのここの団体の、まあ、代表の人がですね、一般社団法人サービスデザイン推進協議会の代表理事の方が、これどうなってるんですかってこう質問を受けたんですよね。で、そしたら、うん、いや、なんかよくわかんないんで電通に聞いてくださいっていうふうに言っちゃったと。うん、そうそう。で、なんかよくわかんねえからって言って横に流すだけで20億もらってええんかお前はっていう。ね、これなんか辞めちゃったんだよね、この責任者の人 ね本当に、うん、その責任者の人もなんか、まあ本当一体何を仕事しとるねんっていうね、うん、で、ちなみにあのスピード辞任で6月8日に辞任するらしいです。うん、だよ ねいや、だからこれ結局ね、その経産省からまずこのサービスデザイン推進協議会が、はい、まあ受注して、で、それをその、一応再委託で電通にまた委託してるじゃないですか。はい。まあ、再委託っていう言葉は便利だけど、まあ要するに丸投げしたわけだけど。まあそうですね。うん。まあ、再委託っていうのは、まあ一応、一応はやっぱり禁止されてるんですよね。ああ、なるほどね。うんうん。うん。でも。もちろん一応ね、やっぱりほら、文句こうやってほら、あの下々から文句が来た時用に、はい、いやいや、ちゃんと禁止してますと、うん、禁止条項はちゃんとある、うん、なんだけど、うん、当然例外もある、うん、例外もあると、うん、で、例外っていうのは、はい、この一般社団法人サービスデザイン推進協議会がちゃんと責任を持って、はい、監督できる、うん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 、っていうね、一応そういう例外、はい、こういう例外がある場合は、再委託してもいいですよっていう、うん、これはまあ例外でも何でもなくて、そっちが本堂がまあそうですね。結局、じゃあそういう言い方をするならば、うん、その理事に質問しても全然わけわかんねえよって言った時点で、もうその例外条項から外れるよね。まあそうですよね。責任取れてねえじゃねえかっていう、うん、管理監督どころかもう実態も分かってねえじゃねえかっていうね。うん、うん、
だから野党はやっぱりそこを突くべきだと思うんですね。責任どころか何の説明もできないわけで、うんうんうん、それでももう20億円がポッポに入っちゃったわけです。ね、いやいいわ、こんなんだったら俺のところにいきなり電話かかってきて、知ってる、うん、って言われて、いや知らないけど、でも20億円俺の口座に入ってたよって言って、同じじゃん。そんなんで国民の税金を使ってええかと。はい、そうなんです。うん、で、まあぶっちゃけ言っちゃえば、こういうシステムっていっぱいあるんだよね。うん、そうですね。まあ、今回これがやり玉に上がってますけど、それ以外にもいっぱいありますもんね。そうそう、いっぱいあるわけで、うん、だから多分電通とかパソナカの向こう側の立場からすれば、うん、いや仕事はいずれにせよちゃんとやるのに、うん、なんで俺たち叩かれなきゃあかんねんって多分思ってるわけですよ。でそれはまあ連中だって仕事はするけどね、うん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 、だけどだ、そのやっぱり問題っていうのはまずこの一般、この実態のない社団法人サービスデザイン推進協議会っていうのがまず一発噛んできて、はい、そこが入り口となって、そこでまず20億円ボカンって抜かれてるっていうところですね。うん、だって、その20億円があれば、も、なんていうかな、この人材募集の時の人件費1円でも2円でも上げることができるわけです。そうですね。うん、でもこれ20億円をガサッと持ってって、はい、それでさらに、最低の委託をした電通が、うん、さらにそこからパソナとかいろんなところにぶん投げるっていう、うん、そこでまた電通からパソナに投げるときにもらうわけ、引っ張るわけ、うん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 、で東京新聞のね、記事によると、はい、パソナと電通の間には、はい、さらに電通ライブっていう会社が入ってる、ね。これ電通のイベント会社ですよね。そうそうそう。うん。うん、で、つまり、はい、電通から電通ライブに行くときにまた抜いて、はい、電通ライブからパソナに行くときにまた抜いて。そうですね。いや、これすごいよ。ほんとすごいよね。だから発注主が経済産業省で、で、まず元請けが一般社団法人サービスデザイン推進協議会、うんうん、で下請けが電通、孫請けが、うん、電通ライブ、ひ孫請けがパソナになって、うん、でそこから、普通の人が入ってくるのでヤシャゴぐらいになるのかな。すごいよね。だから、発注主から考えると社団法人、電通、電通ライブ、パソナなんで、一般人は5次受けぐらいになりますね。抜かれに抜かれて、抜かれて、抜かれて、抜かれまくって、もうスカスカになってます。スカスカになってるよね。スカスカですよ、本当に。だこれ、749億円で電通に回したけど、はい、まあ多分パソナのところについたとこあたりで、多分500億ぐらいまで減っていて、うん、で、さらにこれね、その電通からパソ、電通ライブ、パソナだけではなくて、うん、電通の下にまたシステム構築なんかで、電通国際情報サービスっていう会社、そうですね、はい、ありますね。あと電通の子会社、3社とかが入っていて、うんうんうん、まあ、とにかくその、もうこの簡単なこの身内だけにこう、巻いてるんだよね。そうですね。うん、いや、これ本当すごいわ。いいシステムだよな。で、会社が違うっていう、一応別会社っていう形にしてるから、はい、当然、電通グループの中でも、はい、そこに下ろす間にまた抜いてるわけですよね。まあ、そうだよな。電通の常識からして 20% ずつぐらい抜いていくよね。最低。そうすると、うん、電通が749億円で受けて、電通、うん、まあ、このシステム構築とかに仮に、まあ、50億円ぐらいかかったとして、うん、まあ、そうすると、700億円くらいからさらに2割抜かれるから560億、電通ライブの段階で560億、うん、でさらにそこから2割抜かれると、パソナとかに行くときには400億くらいですね。えらいこっちゃ、ね、うん、
ということはさ、2割2割って抜いていくってことは、うん、もう5割近くを抜かれていくってことだよね。そうですね。ひどい話やで、うん、ほんまに。ねえ、半分ぐらいは抜いていくって。うん、まあ、これ、電通から直接パソナに下ろしただけだと、うん、5割抜けなくて、2割、3割ぐらいになっちゃうから、うん、もったいないから、電通ライブをまたかませる。だってこれ、ね、電通ライブって私調べましたけど、イベントスペース運営会社ですよ。ねえ。関係ないよ。なんでここが、やるんだっていうのが、ちょっとよくわからないですよね。うん。全くわからないよね。いやー、ほんとすごいですよ。入ったものだよ。まあ、ただこの、サービスデザイン推進協議会ってさっき、清水さんがおっしゃったように、はい、この仕事だけでなくって、過去にもいろいろな仕事をやってるんですね。そうですね。いろいろ受けて、これが何年からやってるの？なんか2016年ぐらいから分かってるやつで14個あって、うん、おもてなし企画事業とか、うん、IT 導入補助金とか、中小企業などの人材確保の補助金、IT 導入支援、事業継承補助金、障害学習の促進、ね、IT 導入補助金、これがでかくて、結構でかくて100億円あるんですよね。うん、IT 導入補助金は100億あります。まあ、他にもなんか女性起業家の支援構築事業とか、事業継承だとか、なんか教育向けソフトウェア導入事業とか、なんかまあまあ何十億とか何千万とか何億とか100億とかそういうのをバラ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 受けて、それが合計で1576億円という形になっています。全部税金ですよ。ねえ。まあ、それで、これ、この表で横に電通とかなんとかに行ったっていうけど、これはただの一時受けだから、さらにこの下に山の上にぶら下がってるっていうことだよね。はい。だからその、結局、だからやっぱりこの間も言ったけど、はい、なんとかでもその最初に電通に、うん、その、経産省から直接電通に、渡してしまうと、はい、やっぱりこの、なんていうの、その、すべてを電通に投げるのかっていうことですね。角が立つと。ね、角が立つので、うん、まあやっぱりその、得体の知れない窓口を作って、はい、そこから流すっていう、うん。ねえ、これ今回のこの特急金事業のね、約69億円というのは、じゃあ、どれぐらいの額なのか。はい。っていう、どういう、どれぐらい多いの少ないのっていう意味で言うと、うん、当然めちゃくちゃ多いわけです。そうですね。うん。大体電通って、年間、自民党関係、あと政府広報費とか入れて、はい。まあ大体60、70億円ぐらいは毎年必ず、もらう。なるほど。ね、うん。で、それ以外にももちろん、うん、政府広告費って、はい、もう細かいものも全部入れていくと、ちょっと、うん、分かりにくいけど、それでもやっぱり年間で300とか400億円ぐらいあるわけですよ。つまり電通は政府関連の仕事でそれぐらい儲けてると。いや、300とか400億円っていうのはもう、例えば厚労省とか経産省とか、うんうんうん、いろんなところあるじゃないですか。あの辺が毎年大体安定的にそれぐらいの広報費を出すわけですよね。なるほど。でも300億は電通だけが独占じゃなくて、当然博報堂とか他のところと分けっこしなきゃ。うん、確かに、うん。だから、要するに、まあ政府関連で電通がもらってる年間の金っていうのは、まあ100から200億ぐらい。なるほど。うん、そういうところから見ると、この給付金の769億円というのは、まあ、とてつもなくでかい金。そうですね。いつも100億から200億くらいの発注をしてたお客さんが、うん、いきなり769億円、はいってこう渡してくれたわけですから、うんうん、それはもう、万歳って感じですよね。まあ、そうだよね。うん、まあ、その、電通っていう会社の大きさから見れば、そんなにめちゃくちゃでかくはないけれども、うん、ただまあ、なんて言うんだろうな、まあ、これって何がいい、電通にとって何がいいかというと、はい、
電通が主体的に何かやる必要ってゼロだよね、これね。うん、そうですね。横に流せばいいっていう。全部ここに埋めればいいだけの話。うん、で、だから、例えばオリンピックみたいな仕事だと、電通も社員を出向させなきゃならないんですよ。うん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 、近くの人間ですね。はい、で主体的に仕事をしなきゃならないけども、うん、この持続化給付金に関しては電通本社は別に何もする必要がない。そうですね。ただ、上から降ってきたやつから、手数料をさっ引いて、また下に投げてるっていうだけだからね。電通の年間、電通単体の年間の売り上げってどれぐらいでしたっけ？海外も含めれば5兆円ちょっと。うんうん、それ電通グループですよね。そう。電通単体で見るとどれぐらいなんでしょうか？国内っていう意味？いや、電通本社。あ、本社はね、計算、あれかな、いろんな計算の仕方があるんだけど、ネットでパッと見た限り1兆円って出てますね。それは、電通っていう、要するに、あそこにある会社っていう、はい、なんか、汐留にあるあの電通だけ、うんうん、うん、でもそれだと箱ほどよりもちっちゃくなっちゃうからね。なるほど。だからちょっとその計算はちょっとおかしい。国内のその広告の売上高だって1兆8000億ぐらいある。あ、1兆8000億ね。うん。まあでも、要するに、でも、まあ、仮に2兆円だとしてもですよ。今回のその769億円っていうのは、それなりな規模だと思うんですよね。うんうん。うん、まあそう。仮に。そうそう。まあ、例えばほら、トヨタとか日産とか、ソニーとかね。はい、あの辺が、その、全世界で使う、うん、広告費っていうのは大体、まあ、もちろんすごい幅あるんだけど、うんうんうん、まあ、年間で300億とか500億ぐらい。うん、なるほど、うん。全世界ね。全世界、ね。国、は、内、い、じゃなくてね。だからそう考えても、それクラスの、まあ、太客ですよね。広告主がいきなり現れたっていう、まあそういうものに匹敵するっていう。うん、で、しかも大事なのはさっきから言ってる通り、その、電通本体としては何の苦労もしなくていい。そうですね。ね、だから極めて、収益額が高いっていう。高いってことですよね。うん。うん、だってほら、ソニーとか日産とかトヨタの広告宣伝をやるって言ったら、電通の社員だけでも、一つ、そのトヨタだけでも専従で100人とか200人つけないと。なるほど。とても回らないわけです。うんうんうん、だけど、これは700億円がポーンと上からやってきて、うん、そこからじゃあ 20% とりあえず引くか、ってポーンと振ってやって、また下へ下ろす、うんうんうん。ただそこで、いや、まあ、これは非常に美味しいですよね。うん、うん、まあ、オリンピックが延期になった損全部とはいかないけれども、うん、いいお小遣いにはなるよね。ああ、そうですよね。しかもその、うん、トヨタとか日産とかの300億とかの広告費っていうのは年間を通して、300億とか200億じゃないですか。今回一発で769億円ですから私今計算しましたけど、大体全体の売上の 4% です。うんうん、全体の売上の 4% が一発の案件で入ってくるっていうのは、やっぱそれなりにでかいですよ、これは。いや、でかいね、これね、うん。これはでかいわ、うん。これがなんかちょん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 ってこの分けて入ってくるんだったら、まだ、うん、わかるんですけども、一回の案件でボンって入ってきて、でしかもそれを、はい、っていう風に流すだけで OK っていうのは、うんうん、まあ、これはまあ私が電通の営業マンだったら死守しますね、この利権は、ね、うんうん、それは俺もそうだな、うん、まあ、これで電通のね社員の皆さん夏のボーナスが出るっていうことが決まったわけです。夏のボーナス原資が入ってきたわけだ、原資が。まあそうですね。うん、いいなぁ、いいね、ないのからな、うん、羨ましいな。うん、まあ、本当そういう、その、まあね、その、じゃあこれが、前も言ったけど、
まあ、これは別に違法ではない。そうですね。うん。うん、違法ではないんだけれども、うん、すると、この、でもその最初に立ち返るわけだけど、はい、一体責任者は誰なんだっつう話になるわけ。そうですね。うん、結局。はい。で、とりあえず普通だと、責任者っていうのは一番上に立つはずだったサービス協議会の理事長になるわけ。そうですね。うん、まあ、その方はわけわかめって言って、うん、もう辞めちゃう。なんか辞めるらしいですね。任期が来るから辞めますっていうのと、うん、あとなんかあの、うん、発表を見ましたけど、任期が来たから辞めますっていうのと、もう一個は、うん、なんかあの、私はお金もらってませんからみたいなこと言ってました。ねえ、うん。まあもう本当かもしれないよね。うん、多分お飾りとしてね。まあでもそうなんやけど、でも金もらってないから責任がないって話では残念ながらないですよね。まあそうですね。うんね、まあそれで、結局じゃあこの先に、じゃあその孫受け、ごめんなさい、最初あの再受託した電通がじゃあ責任者なんですか、うんうん、はい、いうことになると、あのもうそのほら新聞各社が電通にいろいろ取材をかけても、うん、まあ私たちはあくまで受託している立場だから、うん、何もお答えする義務がないわけですよ。で、今ほら、みんな持続化給付金申請してんのに入ってこないけどどうなってんだってみんな文句言っても、結局、いや、一生懸命やってますからって、電通も、うんうんうん、パソナなんて、さらに、電通からさらに、電通ライブを得てパソナに来てる。そうですね。うん、別に何も答える義務なんかないんだよね。うんうんうん、俺たち言われた通りやってるだけだからさ。うん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 、で、経産省も結局、経産省を国会で問いただすと、いや、それは、サービスデザイン推進協議会にやらせてねっていうのを、そうやってぐるぐる回るわけ。そうですね。うん、で、さっきもほら、計算したけど、769億円で、発注したのに、うん、実質的な業務をやり始めたとき、それはもう500億を割ってるっていう、ね。そうですね、うん。じゃあそれ、769億円ってその制度設計、それで回るのっていうね。うんうんうん、いう話になってくるんだよ、うん。そこのチェックもすごくいい加減になる。うん、だって、こんなのガンガン抜けるんだったら、うん、そう予算もっと少なくてよかったんじゃないかって話ですね。まあそうですね。うん、うん、要するに、じゃあ、例えば、経産省が最初からパソナだけに振っていれば、うん、500億ぐらいでできる話なのっていうことになるじゃない。うん、そうすれば、200億円の税金は、節約できたはず。そうです。ですよね。うん、だから、そういう、これってそういう話なわけで、うん、だけど、国会なんかでやると、いや、法律上は問題ないと。うん、要は、とにかく、ちゃんと回ってくれればいいんです、みたいな、うん、話になってしまうっていう。うん、まあ、そこですよね。まあ、この話でね、一応、サービスデザイン推進協議会が、なんか持続化給付金についてっていうので、なんか、アップしてるんですよ。まあ、簡単に言うと、我々は不正は何もやってません、みたいな、うんうんうん、あのことをアップしていて、で、それをまあ、読んでみたんですけども、まあ、法律にのっとってちゃんとやってると、だから、うん、不当な利益を得るようなことは一切ございませんと書いてあるんですけども、要するにちょっと読んでみるとですね、まあ、経済産業省の競争入札に参加したと、で、本事業の委託組織としてサービスデザイン推進協議会が、まあ、受託したんだと、で、再委託先が不当な利益を得るようなことは一切ございませんって書いてるんですよね。で、まあ、いや、まあ、じゃあそうですかと。それはまあいいんですけど、これを読んでもですね、20億抜いた理由が何も書いてないんですよ。それに関しては何も書いてない。うん。うん、で、まあ20億ね、さっ引くのは不正ではないってまあ思ってるからね、最初から、ね、うん。でも何に使われたのかっていうのはね、非常に気になりますし、
そうだよね。で最後にですね、なお本事業は中小企業庁の委託事業であり、事業内容については当協議会が回答できることは限りがあることをご理解いただき、中小企業庁までお問い合わせいただけますようお願い申し上げますって書いてます。で多分中小企業庁に問い合わせたら、いやまあそれは法律にのっとってきちんとやっていますので、まあ電通さんとかこの推進協議会に聞いてくださいっていうことになるんだと思うんですけど、ね、うん、まあそういうことだよね、うん、まあだから本当そのもちろんこれがね違法だったらまあもっともっと大きな騒ぎになってるわけ、うんうんうん、まあ別に違法ではない、ただし、うん、一体その本当にこの実施の現場に行くまでに、うん、適正な価格でやってんのっていう話、うんうんうん、ね、だって途中で200億円さ抜かれる仕事が適正な価格でやってるとはとても思えないわけ、うん、そうですね、うん、まあ、200億っていうのは、まあ、推定ですけど、推定ですけどね、まあ電通の常識からすればそういう風な感じになっていくよね、うんうん、だからこれはそのまあいい彼らにとっては非常に効率的ないいシステムなわけですよ、うんうんうん、しかも別に法律にはのっとってるから、うん、誰か文句言われるような筋合いでもない、うん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 、でまあ結局今まではその大して問題にはいろんなことでやってきたけど、うん、大して問題にはならなかった、うんうんうん、だけど今回はもうみんながその欲しがってるというか当たり前だけどみんなが非常に関心を持ってる給付金で、うんうんうん、この作業がすでに遅れ出しているっていう問題になっている、うんうん、だからやるべきこと、うん、っていうのはやっぱりその再委託するときの条件をさらに厳しくするね、うん、そういうふうにせざるを得ないかなと気がします、うん、別に今は例外が本当本堂になっちゃってるわけだから、そうですね、まあ、だからやっぱりこの問題で、ね、まあ感情的にねなんか抜いてんじゃねえかとで、うん、美味しい思いしてんじゃねえこの野郎っていうふうに、まあ、怒る、これはまあ、うん、当然の反応なんですけども、うん、次に、まあ、じゃあこれをちゃんと政治的に追及するためにはどうしたらいいのかっていうと、うん、まあ、その例外規定を守れてないじゃないかということですよね。うん、要するに再委託してもいい、再委託してもいいんだけども、本来は禁止されてると。だけども、うん、政府から受注したところがきちんと監督責任を持ってやってるんだったら大丈夫ですよっていう。うん、でも、その代表の理事はインタビューを受けたときに、いや、よくわかんないんで電通に聞いてくださいと言っちゃったと。うん、そこに、本当に、例外規定を守ってるのかと。おかしいじゃないかということを追及するべきですよね。うん、そうですよね、うん。そういう話だと思う、やっぱりこれは。うん。うん、そうやって、こう、会社をこう、次々に通していくっていうのは、別にそれは確かに悪いことではないけれども、うんうん、最終的にじゃあそんなにいっぱい通してるんだったら最初の制度設計するときにもっとコンパクトな税金でできるはずだったんじゃないですかって僕やったらという話だよね、うん、なんか今ツイートを見ている、何維新のだがバカがなんか今経済産業委員会で維新の足立さん、足立っていう議員かな、はいはい、不正ではない言いがかりをつけてるだけだ経産省も大臣も説明が下手なだけなんで、自民党の手先で、本当に維新って自民党の手先だよね。だからさ、まあ、与党になりたい人たちですから、それ本当に。そして国民になり代わりお礼を言います。持続化給付金に関しては本当によくやっているって。そこを国民になり代わらないでくれって、まあ、この人言ってるんだけど。本当にすごいよね。自民党だと、自民党が自分の口だと恥ずかしくて言えないことを、一気に前に滑ってあげるわけだよね、これ、ね。なるほど、なるほど。さすがにさ、自民党の連中もさ、自我に対するのはさ、やっぱちょっと恥ずかしいわけですよ。そうっすね。叩かれるし。うん、叩かれるしね。だけど、それをまたこのね、なれ、維新のやつらが代わりにね、うん、言ってくれると。言ってあげるっていうね、うん、本当にお前よくできてるね、なんでために国会にいるんだよっていう感じですよ、まあ、だからこの国のシステム、はい、あ、何ですか、うん、うん、いや、もう本当
その感情的にいくらぶったたいてもしょうがないんだけど、うん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 、ただやっぱりそのシステム的にどう見ても、一点はっきり、一点だけはっきりしてるのは、はい、多分税金の無駄遣いに直結してるっていうこと。そうですね。うんうんうん。うん、だそこをなんとかし、なんとかっていうか、ちゃんと節約できるように、うん、例えばもう孫受けは2時まで、孫受けじゃなくて元受け孫受け2時までしか認めないとか、うん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 、こういうシステムにしないといつまで経っても、うん、こう砂糖をばらまいたらシロアリが山のようにかかってきたみたいな話になってますね。まあこういうシステムでね、我々の国民が無駄、税金が無駄遣いされているというのが続いていて、で今回はまあ大きな関心を呼ぶことだったからたまたま表に出ただけ で、うん、こういうことはきちんとちゃんと追求していかなければダメ でそれは感情的にぶったたくんじゃなくて、うん、まあ法律面で見て例外規定に入ってないだろうと、これはと理事がいやよくわかんねえっていうようなことだったら、そもそもそこに発注しちゃダメじゃないかっていうところからちゃんと言うっていうことですよね。そうですね。はい、じゃあまあ本間さんどうもありがとうございました。本間さんはですね、6月の6日に、ネットのイベントでセミナーに参加されますので、それにもぜひ参加してほしいなと。で、その参加の方法はですね、下に URL を貼っときますので、そこを見てほしいなというふうに思います。で、あとは本間さんと私がこういう電通が支配する憲法改正国民投票という非常に重要な本を書きましたので、よろしければ買っていただけるとありがたいなと思っています。はい、いやー、どうもありがとうございました、本間さん。ありがとうございます。どうもー。もー、あ、じゃあ、皆さんですね、チャンネル登録と、あと、いいね。で、そして、簡単でもいいので、コメントをしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。今日も読書。